環状線内回り鶴橋京橋大阪方面行きです。まもなく発車いたします。発車後車内が少し揺れますので足元にご注意ください。今日も大阪環状線をご利用くださいましてありがとうございます。内回り鶴橋京橋大阪方面行きです。車掌は尾崎です。まもなく寺田町です。出口は左側です。次は桃谷です。携帯電話やスマートフォンは電車の中ではマナーモードに設定をいただき、通話はご遠慮ください。またこの電車の前から4両目は女性専用車です。ご協力をお願いいたします。桃谷です。出口は左側です。
次は鶴橋、鶴橋です。近鉄線と地下鉄線はお乗り換えです。出口は左側です。ホームの改札は近鉄線乗り換え専用です。駅の出口には前寄りの階段、エレベーターをご利用ください。ご乗車ありがとうございます。環状線内回り、京橋、大阪、西古城方面行きです。まもなく玉造りです。出口は左側です。ホームとの間は少し空いていますので、足元にご注意ください。次は森の宮です。地下鉄線はお乗り換えです。出口は左側です。まもなく森の宮です。
まもなく発車いたします。次は大阪城公園、大阪城公園です。出口は左側です。まもなく大阪城公園です。次は京橋です。バケット線、JR 東西線と京阪線、地下鉄線がお乗り換えです。出口は左側です。開くドアにご注意ください。まもなく京橋です。
ご乗車ありがとうございます。この電車は環状線内回り、関空駅に停まります。大阪、西九条、弁天町方面行きです。次は桜宮です。お客様に車内での携帯電話、スマートフォンのご使用についてお知らせいたします。車内ではマナーモードに設定の上、通話はご遠慮ください。なお各車両、後ろに設けております優先座席とその付近では、混雑には電源をお切りくださいますようご協力をお願いいたします。まもなく桜宮です。お出口は左側です。電車とホーム内でが広く空いているところがありますので、お降りのお客様は足元にご注意ください。次は天満です。お出口は左側です。まもなく天満です。大阪です。JR 京都線、神戸線、宝塚線と阪急線、阪神線、地下鉄線は乗り換えです。環状線をご利用くださいましてありがとうございました。まもなく大阪です。お出口は右側に変わります。1番乗り場の到着です。
扉から手を離してお待ちください。この電車は環状線内回り各駅に停まります。西九条弁天町新二宮方面行きです。車内にお忘れ物なさいませんようご注意ください。大阪に到着です。西九条弁天町天王寺方面行きです。まもなく発車いたします。今日も大阪環状線をご利用くださいましてありがとうございます。内回り西九条弁天町天王寺方面行きです。車掌は小崎です。まもなく福島です。出口は右側です。次は野田です。携帯電話やスマートフォンは電車の中ではマナーモードに設定をいただき、通話はご遠慮ください。ご協力をお願いいたします。
野田です。出口は右側です。次は西九条です。JR 夢前線と阪神線は乗り換えです。まもなく西九条です。出口は右側です。開くドアにご注意ください。ユニバーサルシティ方面、桜島駅ご利用のお客様は乗り換えです。ご乗車ありがとうございます。環状線内回り、新今宮、天王寺、鶴橋方面行きです。次は弁天町です。地下鉄線は乗り換えです。弁天町です。出口は左側です。開くドアにご注意ください。
次は対象です。地下鉄線は乗り換えです。前から4両目の車両は女性専用車です。ご協力をお願いいたします。対象です。出口は左側です。次は足原橋です。足原橋です。出口は左側です。今宮です。JR 難波方面はお乗り換えです。
出口は左側です。ホームとの間が空いていますので足元にご注意ください。山手線と南海線、地下鉄線は乗り換えです。出口は右側です。ドアから手を離してお待ちください。関西空港和歌山方面関空紀州寺快速ご利用のお客様は向かい側2番乗り場でお待ちください。次は天王寺です。阪和線、関西空港線、大和路線と近鉄線、地下鉄線は乗り換えです。この電車は環状線内回り、鶴橋、京橋、大阪方面行きです。今日も大阪環状線をご利用くださいましてありがとうございました。まもなく天王寺です。出口は右側11番乗り場に着きます。ドアからは手を離してお待ちください。到着の電車は普通鶴橋、京橋、
14時40分発環状線内回り鶴橋京橋大阪方面行きです。発車時間まであと3分止まります。しばらくお待ちください。お願いします。